今年も巨人は B クラスに沈むという屈辱を味わったが、新年を迎え、禁断の補強作戦に乗り出した。その第一弾として、半身を飛び出し、右のセットアッパーとして活躍したカイル、テラーの獲得が発表された。巨人がセットアッパーに焦点を当てたのは、今季のリリーフがリーグ6位の3.81という数字に起因している。オフには泉圭介、 高橋彩、近藤大明、馬場さつきタスクといった投手たちを獲得していたが、それでもなおリリーフ陣の強化が最優先事項だった。そして、阪神からの補強は、新監督、安部が率いる初年度のシーズンに向けての重要な一手といえる。スポーツ紙の黒ロ野球担当記者によれば、 ケラーは来日初年度の2022年において17試合にわたり無失点を記録するなど、その安定感は抜群だという。メジャーリーグからも注目を浴びていた彼を、日米を巻き込んだ争奪戦で巨人が勝利したとの情報もある。8月に家族の休病を理由に一時帰国したが、今後の来日には支障がなく、巨人のリリーフ陣を強化する貴重なピースとして期待されている。 この補強のポイントとして挙げられるのは、NPB を経験済みの助っ人を獲得したことだ。NPB 未経験の外国人選手は計算が立たないと指摘されており、今年の開幕前に期待されたビーディやロペスの例がそれを物語っている。テラーは阪神での経験を持つ61試合の登板実績があり、大崩れはしないとの期待が寄せられている。 安倍監督は勝ちパターンのブルペンを築くために、経験豊富なケラーを頼りたいと考えているようだ。阪神での2年間で59イニングを投げ、74奪三振の奪三振率11.29というケラーの成績は非常に魅力的だ。巨人は彼を、マキ、の象徴として捉え、新たなシーズンが待ち遠しい、新たな勢いをつけ、 ライバル球団からの禁断の補強で巨人が本気を見せつけた。安倍巨人の采配と新たな仲間であるケラーの活躍に期待が高まる中、来春の開幕がますます楽しみになってきた。